でまずこれがスウェイというのは決まっていませんので、ここでスウェイは何かって考えると、アドレスで構えた状態の時にバックスイングで体がその自分が構えていたラインからこのように回っているだけでしたらいいのですが、この時に体がアドレスの位置より流れることをスウェイと判断していければ良いと思います。で一応ギッタンバッコン、このように流れていなくてもこのようにこちらに傾いている場合も必ず右腰だったり右膝だったりっていうのが右にずれている可能性がありますので、まずはそのアドレスで構えた位置よりバックスイングで右にずれるということをスウェイということで考えて、そこら辺の修正を説明していきたいと思います。で一つ目は下から順にいきたいと思います。足が抜けてしまう人のスウェイのパターンについてです。バックスイングの時にこのように足裏、この足裏が浮いてしまうような状況のバックスイングをしていないか自分で注意してみてください。これも足首が流れることでのスウェイになりますので、まずはここの修正について考えていきたいと思います。このように今靴を脱いでいる状態なのですが、バックスイングでこのように足裏のこの土踏まずの部分が浮いてしまうようなバックスイングをしている方は、足首が少し流れて、まあ、足首だけでなく膝も流れている場合が多いのですが、この部分が浮いてしまっていないかどうかまず確認してみてください。この足の部分が浮いているということは、どこかが右流れしていることに耐えきれなくなって足元が浮いてしまっているというような状況ですので、まずはこの足が浮かないような意識で練習することが大切です。でその時にまず気をつけなくてはいけないのが、この足の親指に力が入っていないかということを考えてもらえれば良いと思います。このように腕立てをするとして考えてもらうと、このように手はつけるときにこのようにぺったりと地面にくっつけている状態です。しかし足が浮いてしまうということは、このように足で言ったら土踏まずのこの手のひらの部分がこのように浮いているような形になってしまいますので、力でグッと押さえてしまってもなかなか力が伝わりません。ですのでしっかりと手のひらをこうパーにして力を抜いて地面に接地させて、しっかりと片手のこの骨で立っているような状況を作っていただく必要があります。ですので足も一緒です。こちらの土踏まずの足の位置で言ったら、この位置を上がらないようにしっかりとくっつけていただいて、アドレスを取るということが大切になりますので、まずはアドレスでしっかりとこの土踏まずのあたりとかかとのあたりしっかりとまずつける。で足の親指のあたりはしっかりとフラットに設置させるようにして、あまり指でこう大地をつかむような意識は持たずにペタッとくっつけていただいて、アドレスに入っていただくということが大切になります。それでもまだバックスイングで右足が浮いてしまうような場合は、次のことを試してみてください。おそらく足がこのように浮いてしまう人というのは、アドレスがこのように飛球線と直角に構えているような形になっている方が多いのではないかと思います。このように足の向きが閉じているような状態です。でこの足の向きが閉じていると、逃げ道が足首で作りにくくなりますので、膝が割れてしまったり肩や腰が抜けてしまったりっていう症状があるのですが、それを筋力で我慢すると足首がこのように浮いてしまうような形になります。ですのでそれを予防するために、足の角度はやや外旋というか開いて構えていただくと良いと思います。あまりこう直角というよりは、少しゴルファーの平均も足の角度というのは開いて構えていますので、開いて構えていただいて上げていただくと、少し可動域のバランスが良くなるので指が上がらなくなると思います。でそれでもし開いてなお流れてしまうような方は、おそらく開いた時に、今までの向きから開いた時に膝の向きも一緒になってガニ股のような形になってしまうと、膝が割れやすくなって逆にこの部分が上がりやすくなってしまいますので、足の向きは少し外に開いていただいて、この足首の位置は少し中にすねを内旋しているような形で、少しほんのわずかでいいので内向きに入れているような形になると、この手でいくとこのようについてややこう腕立て伏せするような形で手を立ててもらえば分かるのですが、少し前腕を少し中に入れた方がバランスよく立てると思います。外に回してしまいますと、このように腕が曲がりやすくなって抜けてしまいますので、足にも同じようなイメージを持っていただいて、少し開いて足は開く方向にしていただいて、すねの向きをほんの少しわずかだけ内向きに入れるような形が良いのではないかと思います。ですので足がまず浮かないということを気をつけていただくのと、足の裏を少しこのように割れてしまう人は少し開いていただいて、すねの向きを少し内旋にしていただくと、バランス良い右足が軸の取りやすい状態になりますので、その辺を注意して練習していただければと思います。
足首の話と似ているのですが、膝がスウェーしてしまう人というのは、まあ、足首が逃げてその時に一緒に膝も逃げてしまうので、流れて膝が割れてしまうようなこの形でこちらの右側にずれていくようなバックスイングになってしまいます。ですので膝の角度もある程度アドレスと構えたような場所で回転していて、正面から見たような状態でしたらこのように動いていないような状態を作ってテイクバックできると力のロスが少ないのではないかと思います。このように膝がやはり割れてしまいますと、どうしても右側へ右側へという力がかかってしまいますので、本来の右に体重が乗るというのは右足に乗るということですので、右側のこの空間に体重を移動してしまいますとバランスが悪い形になりがちになります。ですので右に体重が乗るというのは重心をこのように右にずらしていくようなことではないと理解していただけると分かりやすいのではないかと思います。それを踏まえて右膝もやはりこのように右に流していきたくありませんので、比較的その場で回ってどちらかというと足の形が変わらないような形でバックスイングを作るということがやはり大切になります。足首がこのように浮かなくなるのと一緒で、ハの字にして少しすねの向きを内向きにしていただくと、比較的膝のあたりからしっかりと軸が取れますので、足首の上に膝頭が来て足の動きが安定しますので、比較的足首の動きをやってもらったことで膝のこういう割れてしまう状態っていうのも治りやすいのですが、もしまだ膝がこのように割れてしまうような症状がある場合は、この膝の回り方を考えてみましょう。このように膝に今ゴムの T をつけて向きを確認していて、動かないトップをしてみたいと思います。このように今これが適正なトップの位置だと思うのですが、このように膝の向きは45度から元の位置から、まあ、50度60度ぐらい動いているのが分かります。ですので膝は固定するのではなく、その場でやはり足首同様少し逃がしをちょっとずつ体は作っていかなくてはなりませんので、足首も固定されているというわけではなくて、しっかりと後ろに回っていくということが大切になります。それを足が動いてしまうからといって膝を固定してしまおうとすると、ここの筋肉が割れていってしまうので、緩んで逆に膝が逃げていってしまうような形になります。足を開いてすねを内旋してそれでもまだ膝が割れてしまうような人は、このように膝の向きをしっかりと回転の方向に作ってあげるということが大切になります。で、よくある右膝を止めなさいというアドバイスがありますが、これはやはり右膝を動かさないような意識で固定しているような意識でいくと、この右流れが出なくなるというようなアドバイスだと思いますので、止める感覚では やっていただければいいのですが、実際この膝の向きを全く固定した時の可動域というのはこのように股関節もわずかにしか入りませんので、このような形というのはやはりかなり柔らかい状態でないとできませんので、膝は自然に回せるところまで流していただければ良いと思います。で、今実際回っているのがだいたい45度から60度ぐらいの角度ですので、膝を最初から構えたアドレスの方向に向いているのではなくて、まあ、しっかりと後ろ向きになっていく。で、その時にこの構えたラインのところにこのように出ずに回していけば、同じような場所に足があるような形を取れますので、膝が流れてしまう人はその辺を注意して練習していただければと思います。骨盤のあたりもやはり右にこのように逃げてしまう動きが据えと考えて良いと思います。いわゆるギッタンバッコンといって、このように体が左に傾いて右に傾くような動きも腰の据えが関係しています。ですのでまずこの腰の位置もこのライン上、この足のライン上からはみ出ないような回転が必要になります。どちらかというとこの空間がクラブを垂直に立ててたとしたら、ここに隙間ができるような形になっているのが正解だと考えて良いと思います。腰の動きがこのように水平に右に動いて隙間がなくなってしまうような回し方というのは、右に流れている分量が少し伴ってしまっていますので、なるべくここの隙間があるような状態のままのトップの形を作れるように練習していければ良いと思います。で、そこで何をしなければいけないかというと、骨盤がしっかりと右向きにならなくてはなりません。で、その右向きにするのは主に大腿骨とこの太もものあたりが動いていかなくてはなりませんので、まあ、いわゆるよく言われるライトポケットバックのような右ポケットを引いていくというような動きで、右側に回していくというよりは体をこのように後ろ側にどかしていくようなトップを作ることで、この辺の空間というのをしっかり作ったトップを完了することができますので、
まずは横に回していくのではなくて、必ず腰をこのように引いているような形を作れるように、後ろに下げていくような形をイメージして骨盤を動かしていくことを注意していただくと、腰の据えというのは治りやすいのではないかと思います。背骨がこのようにあって、このような形で仙骨があって、骨盤がこのような形になってます。この辺りに足のこの大腿骨があるのですが、いわゆる股関節というと、この足の付け根の部分が股関節と言われている部分です。大体の人がこの骨盤というと、この骨盤の端っこ側を動かすようにしてしまうのですが、骨盤を動かすときに重要なのはこの股関節の部分なので、結構根元寄りのところを動かしていくような意識を持って体を回していただいた方がいいです。どうしてもこのサイド側の足の骨だったり腰の骨のところを動かそうとしてしまいますと、右に流れて少し右に移動してしまうような形を取ってしまいやすいので、なるべくこの根元のところを動かすように意識してみてください。ですので気をつけたいのは、先ほどのこの根元の股関節のあたりを後ろに下げていくような気持ちでいきたいのですが、骨盤やこの足を回そうとすると、この外側が回そうとすると横に移動してしまう状況を作ってしまいますので、まあ、なるべく自分の付け根、股関節のところから後ろに体を引いて、しっかりと骨盤が後ろに動いて、先ほど言ったここの懐のところにあまりまっすぐにならずに、腰も少しこのように後ろにどいているような形を取れるように練習していただければ、うまくテイクバックの下半身の動きが完了すると思いますので、足首から膝、腰までを考えながらテイクバックを注意しながら練習してみてください。結果から言うと、肩の動きは自発的にはほとんど動かないようにしていただいた方がいいと考えています。で、その理由は、肩というのは自分で動かさなくても下半身、先ほどから足首、膝、腰などを動かしていれば、それに伴って骨盤が動いたことによって肩も自然に移動していきますので、移動した状態のままのトップを作っていただければ、標準的な後ろを向いたような形にトップが出来上がりますが、なんとなくゴルフというのは左肩をすごくこう顎の下まで入れて肩をねじってクラブを上に上げているような感覚にならないといけないのではないかというところに意識がいってしまいやすいので、なるべくやっていただきたいのは、下半身をしっかり回すことで、その分量、自分の体の胴体、肩を含めた胴体がしっかりと後ろを向いている状態のところから打撃を行っていくということが理想ではないかと思います。で、そこで肩の今度据えになりますが、種類は2つに分けたいと思います。最初の右に流れてしまう場合の、肩が流れてしまうという場合と、右に行った結果のねじりすぎての据えと考えていただいて良いと思います。で、ここで考えなくてはいけないのが前傾姿勢についてです。前傾姿勢とは、先ほど言った足首が流れてしまう、膝が割れてしまう、腰が抜けてしまう、腰が流れてしまう、全て前傾姿勢を崩してしまう要素になります。前傾姿勢というのは、ほとんどが足首の角度、膝の角度、骨盤の角度で形成されています。ですので、これらの角度をうまくバランスよく動かして、前傾といって自分が今目の前に少し倒れている状態を維持してバックスイングを行っていかなくてはなりません。で、その時に上半身を使ってしまいますと、当たり前ですが、前傾をしているということは胸がこのように前に向いている状態ですが、肩が動きすぎてしまいますと胸が空の方を向いてしまっているような形になります。これだと前傾ではなくて、いわゆる起き上がっていますので、足が不自然に伸びていたり、腰が後傾してお腹が出っ張ってしまったり、まあ、インパクトなんかでは起き上がってしまって足が上がってしまいますというようなお悩みの方も同じような症状ではないかと思います。ですので、考えなくてはいけないのが、前傾姿勢というのは、この胸の位置、体の位置が前傾ですので、前に倒れているということになります。ですので、このように前に倒れている状態を維持していることが前傾姿勢になりますので、そこを勘違いしないように注意していきたいです。どうしても皆さんが考える前傾姿勢というのは、ボールのあった場所、ボールの位置に対して頭が倒れているというような考え方になってしまいます。ですので、これを前傾ですので、体が回ったら回ったなりのところに下を向いているような状態を作ってなくてはいけません。ですので、このように目印をつけて前傾をしているとしたら、今あった位置、このアドレスの位置から同じこの位置、このそのまま目の前にあったものをこちらに移動したのですが、この位置に同じように向いているように、前傾、この胸の向きが向いているような形でテイクバックからバックスイングをしないといけないということになります。で、そこでどうなると良くないかというと、このように肩を回していくと、このように胸の方向が上を向いて目印にまっすぐ行きません。ですので、肩を回さずに下半身だけ回して、このような形で同じようなところに前傾が維持されていないと本来はいけないということになります。ですので、このように肩を回しすぎてしまうと、実際体は
あまり右に行っていないような形になりますが、体が空を向いてしまいますので、これも右に流れていないのですが、スウェーの行き過ぎてしまった形になります。でこのように肩を動かしすぎてもダメですし、肩だけ回しているような形をとっても胸が上を向いてしまいますので、先ほどの足首からの膝の動きを注意して腰をしっかり回していただくことで、前傾姿勢がそのまま同じような姿勢で進んでいくような形をとっていただければ、トップもしっかりと前傾姿勢がこのように保たれたような状況でスイングすることができますので、その辺を注意して練習していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ご質問はコメント欄にお願いいたします。この度日本文芸社さんから体に優しい打ち方販売されました。フェイスターンをしないスイングの基本をカラーページに収録しています。宮城先生の書いていただいたコミックの方も楽しく分かりやすく読みやすいです。ぜひチェックしてみてください。